なんでこっち来る、こっちじゃないんだ、お前が来るのはこっちじゃない、危ない危ない危ない、やられる、死ぬ死ぬ死ぬ、絶対死ぬ、これだと死ぬ。あー、何、嘘でしょ、十分強い十分強いな、ちょっと待って危ない危ない危ない、しゃがんで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 しゃがめなかった、来た来た来た、落ちろ落ちろ、落ちてくれ落ちてくれ頼むもう同士打ちか、もう意味がないんだよな。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、もしくはおはようございます。エルデンリング実況プレイ続きをやっていきましょう。前回はね、このシーフラ川の井戸からね、ずーっと北上してって奥井戸っていうところに出てきたことによってケイリットに、飛んできたというか繋がったっていう感じですね。でここからおそらく北上してこの謎の施設に行けそうなので、その続きをやっていこうと思います。以前ケイリット来た時にねすごい気になってたんですけど、やっと行けそうですね。なんか西じゃないよ、南側もちょっと行けるのかな、北側に行きたいんだけど、南も何かある、おー、ちょっと待って。熊か。熊、あれ。ここだと思うだろうっていうのは、ここが安全地帯に見えるけど、安全地帯じゃないってことかな、これ。安全地帯に見えて安全地帯じゃないよってことかな、まあ、やってみりゃわかるか。あ、これ安全地帯じゃないよな。安全地帯じゃないわ、絶対。はいはいはい。強っ！ちょっと待って、強い！こいつ強い！やばいやばいやばい。これめちゃくちゃ強いよ。こっちとかに降りれる。あ、ここなら行けんじゃない？ダメ？あれどこ行った、ここ届かないんだよ、さすがに。届くわ届く届く、薬飲んでもダメだろうなこれ。めっちゃ強いよこれ。ちょっと勝てないかもね、これじゃ。結構ダメージ量がでかすぎる。削り合い、どっちが先に削れるかのなんか削り合いになってんの。ああやばい、俺でも勝てるかもね、ワンちゃん。結構卑怯な技を使っているけど、ああ勝てそう、これやった、これ勝てんじゃない。おう、痛い痛い、完全に卑怯な技だけど、これでいけそうだ、やった。よし、なんか美味しいものはないか。お、なんだこれは、何か落としたぞ。すごい普通、なんかすごい普通なもの落とした。ここにあるのはなんだこれ、危ない危ない、落ちるの。石鹸の鍵か、これだけか。ちょっとご褒美が弱いね。弱いですけど、まあまあまあ。倒せたということで良かったとしましょうか。ん？ちょっと待って。拾えるものは拾っといて。5900か。2万以上はないとレベル上げられないからね。ちょっとした寄り道だったが。あ、でも結構、安全地帯とも言えなくもなかったですね、さっきの場所。おうおう、自爆テロ、自爆テロ。おっとっと、危ない。あ、ルーンがもらえるから嬉しい。あ、いやいやいや、23。23とすごい少ないけど。もらえるものはもらっといて。何かいるじゃない。やばいやばいやばい。やばいやばい。やばいじゃん、これ。
やばい。お、うっそ。この人すごいね。狙いの正確さ。やばいやばい。狙いの正確さがやばい。絶対無理だ。絶対死ぬ。うっそでしょ。これ、どうすんの？どっかに隠れるしかないか。一旦、あいつが構え出したら、やばいやばい。おい、隠れられたと思ったけど、隠れられてなかった。もうしょうがない。大間さんが死んじゃったもん。一回大間さんがやられちゃったから、これ無理じゃない？いける？と思ったら奥にもいるじゃん。え、奥にもいるの？これはなかなかしんどい。挟まれてるよ。いける？おお、危ない危ない危ない。やられちゃうやられちゃう。ん？あ、当たってる。地味に当たってる。地味に当たってるよ。ちょっとこれはしんどいな。大丈夫？いける？避けれる？うまいこと避けれるか？外した。で？ここか？なんだこれ？あれ？これ大きい壺？敵じゃない。カウンターじゃない。ロックオンできないから敵じゃないけど、話しかける。話しかける？ん？大壺の騎士の赤の召喚サインが見えるようになりましたって何？これ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。は？あいつどうすんの？めちゃくちゃ狙われてんだけど。ん？どういうことだ？あいつがずっと狙ってくるぞ。赤の召喚サインっていうのはそれを召喚しないといけないのかな。あ、召喚してしまえばそいつの世界に入ってしまってどうにかなるとか。わからない。どうしようかな。ちょっと待って、あいつは本当に危ない。これなんだよね、きっと。敵対者を召喚する。あ、敵対者と戦わないとダメ。あー、ちょっと待って、これ無理じゃん。隠れられないじゃん。え、どうすんのこれ。ん？大坪の騎士。いや、あいつの攻撃が気になってさ、敵とかどうでもいいんだけど。どうするこれ。おーおお、何この人。何この人。あ、落ちた。大坪の騎士を呼ぶのはいいんだけど、どうしたもんかな。なんだ、誘い出し万歳。なんか書いてある。何？お、ちょちょちょ、危ない。ここで？ここでどうすんの？なんかここで、あ、落とせるとかそういうこと？落ちる？こいつ、落ちる？落ちる？こいつ落ちたりする？俺が落ちそうだけど。やった！そういうことか。すごい。先人の知恵。いや、なんかすごい卑怯なんだけど。え？これで終わりじゃない？またあの弓矢が来る。え、これひょっとしてもあと2人やるってこと？やろう。ちょっと待って。ありがとう。先人ありがとう。ちょっと待って。私はもう、ののしられてもいい。ここで耐え忍ぶ。ここで耐え忍ぶぞ、私は。ここで私は耐え忍ぶ。多分きっとこれが成功法だ。攻略するにはこれしか手段がないんだ、多分。あれ、あの人何してんの？あの人何してんの？ちょ、あの人何してんの？こっち来て、早く。早く来て。あれ？来ないよ。早く、ほら。来た。早く来て。早く来て。来ないよ。何してるの？あなた。危ない危ない。
来ない来ない来ないぞこいつ。なんでだ、なんで来てくれないんだこいつ。来ないぞマジで。ん、なんかハマってんね。あれ、危ない危ない、当たりそう。あれ、なんかおかしくなってない？めちゃくちゃ強いこの人。めちゃくちゃ強いんだけど。こんな、なんだこいつ本当に強いな。強すぎるだろ。来ないな、なんでだ。来た。来た。やばいやばいやばい。やられる、やられてしまう。あー死ぬ、死ぬ、あー落としたのに、落としたのにな。また復活してますねこれ。また復活してるから3人呼ばないといけない。なんか前と違う人が表示されてる気がするんですけど、これランダムなのかな。危ない危ない危ない、危ないけどもうこっちで待機するしかないわ。先人が教えてくれたここで私は、危ない危ない、待機するしかない。危ない、よしよしよし。おおほうほうほう、なるほど。まず一人目はどうにかやり遂げた。次、あまた撃ってくるあの人。ちょっと待ってね、ちょっと待とう。危ない危ない、もう落ち着いて戦わせてくださいよ。絶対これ前と違うやつ来るんだよな。ランダムで敵を生成してるってことかな。で来た。うわ何あれ、何あれ、やばいやばいやばい、何こいつ、何あの人、普通じゃないんだけど。何してんだこいつ何かすごいチャージしながら何かをしてるけど、ん？あれ？なんかこいつ普通に来ないんだけど、なんでだ？来ないね。そうで来ないね。これは困ったな。来そうで来ない。ちまちまやることになってる。ただめちゃくちゃ強いですねこれ。結構ダメージ与えてるのに全く来ない。え、何これ。ハマっちゃってんだよね。避けるな。おっとっとっと、危ない。来た。痛い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 。さようなら。時間かかるけど、時間かかるけど、これが多分一番正しいと思う。最後どう？あら、なんかバレエさんみたいな白面つけた人が来た。ここに気づいた人天才じゃない？ここに気づいた人天才、あ、ちょっと嘘なんだろう、全然見たことないような装備の人が来るんだよね。これどっかのキャラクターなのかな。そのプレイヤーのキャラクターとかなんかな。あら？またハマってる。おー、危ない。間違えた。何してんの、もう。やばいやばい。見たことない技使ってる。あ、もうちょっと危ない。嘘。普通に回復する暇も与えてくれないのか。
来るか来るか、来たな。よし来い、こっちに来い。あ、こっち来い。あ、こっち来い。なんでこっち来ない。早くこっち来い。あ、一撃。そんなの無理だって。どういうことなんだこれ。早く来るんだ、こっちに。来た。落ちろ落ちろ、頼む、落ちてくれ落ちてくれ、頼む落ちてくれ、頼む落ちてくれ、頼むから落ちてくれ、頼むから落ちてくれ。あ、落ちてくれ。なんでこっち来る。こっちじゃないんだ、お前が来るのはこっちじゃない。危ない危ない。あ、やられる。死ぬ死ぬ死ぬ、絶対死ぬ、これだと死ぬ。ああ、攻撃力高いやつきついな。絶対来ないんだよね。危ない、もう一発でやられそうになる。ほんとこいつ一発でやられそうになる。やばいやばいやばい。もうさ、強すぎんだって。落ちてった。よしよしよし。一人は死んだけど、もうさ、だいぶ使っちゃった。次これを読んで、あれ、ゴーレムが動かなくなった。まあいいか。来るか、なんかすごいの来そうだなこれ。やだなマジで。あ、またまたなんか硬そうこの人。これやばいだろ多分。めっちゃ硬そうだわ。めっちゃきつそう。なんかすごいボンボンパープしてるもん。何？嘘でしょ。今ちょっと私すごいね、すごい卑怯なこと思いついたんですよ。やれるのかどうか試してみたいんですけど、一旦ね、ちょっとあそこまで行かないと試せないんで。もし私の仮説が正しければ、これでひょっとしたらどうにかなるんじゃないかという。まずはくぐり抜けていきましょう。ルーンだけは回収せねばならない。何をするかっていうと、一旦ゲーム終了しますよ。今私が何をしているかというとですね、オフラインでゲームを立ち上げ直してみたわけです。皆さん、意味わかりますか？もし仮に、これが、プレイヤーのデータを読んでいるんだとしたらですよ、この状態で呼ばれるものは何なんでしょうね。ワンチャン弱くなるとかない？明らかね、今、私の適正レベルより絶対強い人たちが来てるんですよ。なんで、もしワンチャンこれで、ちょっとでも弱いやつが来るんだったら、それが正解じゃない？どうだろう？見た目だけだとわかんないな、これ。見た目だけだとわからん。あら、でも強えな、こいつ。十分強えわ。十分強え。十分強え。十分強えな。ちょっと待って。あ、めちゃくちゃ落ちるなこれ。危ない、危ない危ない危ない。しゃがんで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 。しゃがめなかった。来ないな。来た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 。落ちろ落ちろ、落ちてくれ落ちてくれ、頼む。もうどうし打ちか、もう意味がないんだよな。嫌な感じのやつ来た。はい、来た。一撃。それは無理だわ。
どう考えても無理だわ。無理か。まだ足りないか、レベルが。いやー、試してみたけど、オフラインにした方が、まあ、弱いような気もするような、関係ないような、もう完全にプラシーボかもしれないですね。ただ、ちょっと今の状態だと一撃死が多すぎて無理っぽいので、一旦ここをマーキングしといて、また続き、ね、別なタイミングでやってみましょうかね。では、一旦シーフラガーは戻ってみようかな。あと棚からおだまちではないんですけれども、繰り返し繰り返しちょっとずつ倒したおかげで、ちょっと、ルーンは溜まったので、レベルアップはしとこう。でーだ。生命力ちょっと足りないのかな？持久力？生命力、持久力かな？ちょっと持久力上げとこう。次は生命力かな？で、こっち側探索したけど、今度こっち見てないんだよね、多分。多分こっち見てないと思う。だからもうちょっと、大間さんにパカランしてもらおう。助かってるよ、ほんと。ほんと助かってます。ありがとうございます。めっちゃ助かってる。なんか通路があるな。トレンド様々ですよ。あれ、これいけない？ひょっとして。いける？この火つけてないんで。まだ、つけてない。あ、火灯すができない。火灯したい。あ、危ない。これやばい、やばい。これやばい。ああ、もう死ぬじゃん。これはやばいわ。あ、火は灯せたけど。すごいね。ここはもう、トレントで駆け抜けないとダメだ。なんでちょいちょいルーンが入ってくるんだろう。あら。なんかあんなところにこれ見よがしに、スカラベちゃんがいる。あー、こいつ早いな。なんかくれるんじゃない？何もくれないのか。あ、くれた。構え。構えとは。戦杯もね、いっぱい手に入るんですけど、この、固有の技を持ってる、武器だとね、ちょっと使えないんですよね。その、自由に付け替えたりとかできないので、多分その、標準的な、普通のね、武器、だったら、ある程度自分でカスタマイズできると思うんだけど。あら？これひょっとして。おっとっとっと。これ美味しいことに、美味しいことに強化するアイテムがあるんじゃない？ここに。あ、これはそうだ。黄金の使者ありがとうございます。こっちは？なんだなんだ？ちょっと分かりづらいぞ。ここは思わぬ見落としをするかもしれないからちょっと降りよう。卑怯者がある。卑怯者？ん？なんだ卑怯者って。待ち伏せ？さっきアイテムはない。行き止まりがある。そこはアイテムテムないよね、多分。ない。この上は？この上は、乗れる？乗れるけど、関係なさそう。とっと、危ない、落ちろ、落ちろ。こっちは？こっち側アイテムがあったら見えるよな。ないな。アイテムはない。ん？こっち側？ちょっと穴がポンって開いてたりしそうだから怖いんだよね。嘘つきをご承諾。武器は特に隠し通路とかはないってことか。こっち側も？何か怪しい段差はある。
怪しい段差がありますけれども、何もアイテムはないのか。こういうところありそうなんだけどな。お、何これは、ただ単に書いてあるだけ。嘘でしょ。ん、あ、違った。本当に隠し道があるかと思ったけど、頭がある。頭、あ、なんかあそこあるっぽい。ただ敵の罠とかもあり得る。愛情、おおお、ちょっと待って、敵いない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 、いない。これはルーンの子。スタミナ切れ、ん、なんだスタミナ切れって、なんだここ、ん、なんか光ってる、壁が光ってるぞ、壁が、ん、なんかある。みんななんか意味なくここに登ったってことか。パリー、パ、パリー、パリーとは、はて、よくわからないぞ。みんな何を言ってるんだ。何もなさげに見える。でもここら辺は見たけど何もない。となるとこっち側に戻るべきか。この辺りかな。あとこっち方面一回戻る。効率的に探索したい。そこまでのね、戦略的余裕はない。こんなところにも火がある。そしてハカスズランかな。違う、これはトリーナの睡蓮。スズランと睡蓮、他にも睡蓮あったっけ。なんか睡蓮ってつくね、アイテムが多分2つぐらいあるんですよね。おっとっとっと、危ない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 。ここはなんだ、このアズマヤみたいな、なんだこれ、ん、何これ、休憩所みたいな、ただのアズマヤか。気持ち的にもね、整理がつくというか。こういう裏手とかは何もないかな。やっぱあの滝の裏とかね、絶対なんかあるんじゃないかってね、ついつい思っちゃうからね。インディ・ジョーンズ脳というか。なんだなんだあら、こっちがなんかあるじゃん。あららら、あららら、あららら、あららら。お花さんがいる以外は特に対して何もない。いや、もうほんとさ、マップがすごい凝ってるので探索がもう尽きないんですよね。あとは、おっとっとっと、タコさん、タコさん、いた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 ちょっと待って、ちょっと待って。この火を灯すところ、割かし結構回った気がするんだけど、まだ足りないかな。もうこっちの上の方とかにあるか。今、睡蓮かなんかあったな、右手に。睡蓮欲しいな。もらえるだけもらっといて、逃げて。最初にここ来た時に、確かこの右手の方にね、どっか火灯すとこあった気がするんですよね。あったと思うんだよね。それの民だっけ。確かね、それの民っていうらしいんですけど、これ。あの、優しい方に教えていただいたんですけど。それを、あ、いい感じ。いい感じ。いい感じじゃない、いい感じじゃない。全然いい感じじゃない。この奥にね、多分ある。あった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 あったよ。はい、灯そう。これで灯せるとこの軒並み灯した気がするんですけどね。まだ足りない？ん？まだ見落としてるとこあるのかな？やばい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 、
やばいやばい。いや、マジかよ。あ、ここに1個あるな。気づいてなかった。で、今はここら辺で1個つけたか。ここで1つつけたから、で、さっきここにつけたでしょ。どこら辺にあるかな。こっち方面か。当たりをつけておかないと。ちょっとこっち方面行ってみよう。あともう一個あるはず。おお、危ない危ない危ない。おい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 。おいおい。なーになに。あ、え、あれ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 じゃないあれじゃない。見つけた。見つけた。ちょっと待って、これが危ない。灯した。いた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 。どこかで角貝に力が宿った。角貝って、なんかこの辺りか。違う、これか。これだ、これだ。よし。よしって思ったけど、めっちゃ高くなってるから、今回ここで区切りにしようかな。一回休んで。はい、ということでね、ちょっと今回進んだようで全然進みませんでしたけど、奥の方がね、どうやら、変化が起きたようなので、次回はそのあたりを確認していきたいと思います。では今回も長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画で皆さんとお会いできれば幸いです。チャンネル登録、高評価、コメントなどいつも励みになっております。ありがとうございます。ではお疲れ様でした。じゃあね。